外からまた並びかけていく3番の高橋光大、横がもつれています。さあ4番の後藤優が赤番で5番の愛嬌を抑えまして先頭位置へ、番手は並んでいて2番の阿部隆之が内、外に3番の高橋光大、6番の宮内善光も北に後ろを追走しましていい位置になりました。5番の愛嬌広之後方に下がっています。4番後藤優先頭、番手は内から抵抗する2番の阿部、外は3番の高橋、その後6番の宮内善光は終始並走の後ろ、5番の愛嬌、1番の井原は中部近畿勢引きまして最終ホーム、ペースが上がります。4番後藤優先頭、番手は2番の阿部隆之、3番の高橋光大、阿部が高橋をさばきまして6番の宮内3番手、その後5番の愛嬌広之が5番手からさあまくっていきました。さあ先頭しかし4番の後藤優だ、最終バックを通過、追い上げてくる5番の愛嬌、さあこのまくりを2番の阿部隆之が止めている。4番後藤優先頭だ、2番の阿部隆之、外から1番の井原博之が強烈な追い込み差し切って降臨、2着2番の阿部隆之。